こんにちは、ナビゲーターのアイです。こんにちは、アシスタントのマーヤです。ねえねえ、アイさん。なに、マーヤちゃん。日本が初めてワールドカップ出場を決めた時の予選はどんなだったんですか？めちゃくちゃだったわ。めちゃくちゃ。めちゃくちゃにひどかった。結果的にはワールドカップに出場はできたんだけど、最後の最後まで突破できるかわからない、ギリギリの状況だったわ。アジア予選中に監督交代もあったしね。それで、岡田監督が指揮を取ったんですよね。そう、当時コーチだった岡田さんを監督にして、気を引き締めたのね。本当は、それよりも前に監督交代論がサッカー協会内にあったの。上層部と協会委員会が揉めててガタガタだったのよ。内部で揉めてたんですか？それじゃ、今日はそのあたりの話をするね。よろしくお願いします。やらかしサッカーチャンネル。まずは鴨監督についてね。はい。関西学院大学卒業後、ヤンマーディーゼルサッカー部での選手生活を経て1967年に指導者になったの。正直選手時代はパッとしなかったみたい。現役引退後はそのままヤンマーのコーチになったわ。そうなんだ。いい選手がいい監督になるとは限らないし、逆に無名選手が名将になることだってあるわ。確かにそうですね。そんな鴨監督は1974年に日本人初のプロ契約監督として日産自動車サッカー部の監督に就任。人工クラブだった日産自動車サッカー部を日本サッカーリーグ1部優勝1回、 JSL カップ優勝1回、天皇杯優勝3回と強豪に育て上げたの。日産では監督という枠に収まらない組織作りや環境整備といったゼネラルマネージャー的な手腕も高い評価を受けたわ。すごいですね。なかなかの名将なんですね。当時ウィングだった木村和司をミッドフィルダーとして、ミッドフィルダーだったロペスをフォワードに起用し覚醒させるなど、選手の適材適所を見抜きコンバートさせる目にも長けていたの。へえ。 J リーグが始まる少し前の1991年に全日空の監督になるわ。1993年度に横浜フリューゲルスを天皇杯に優勝まで押し上げたわ。就任したクラブでは必ずタイトルを取ってるんですね。そんな鴨監督は1994年12月1日より11ヶ月の契約期間で日本代表の監督に就任したわ。前任のファルカン時代にコミュニケーション不足が問題になったことから、日本人の鴨監督に白羽の矢が立ったの。11ヶ月の契約期間って意外と短いんですね。最初は1年ぐらい様子見って感じだったみたいね。なるほど。就任直後の1995年1月にインターコンチネンタル選手権が控えていたんだけど、チーム構築の時間的余裕がないこともあり、まず当初はファルカン時代には代表から外されていたラモス・ウィをはじめとした経験豊富なベテラン選手を中心に編成し、その後徐々に若手選手へとシフトしていったの。日本代表でも横浜フリューゲルス時代同様にゾーンプレスで追い込んで素早く攻撃に転じるサッカーを浸透させようとしたの。ところが戦術はゾーンプレスばかりで、相手チームにロングボールを入れられると対応策がないことが問題視され始めるの。特にアジアカップ予選などで中東のチームに苦戦していたから、日本サッカー協会の協会委員会ではこのままじゃまずい、ワールドカップも危ないという話になり、何度も交代論が出たわ。それでどうなったんですか？1995年11月の契約満了を前にして、協会委員会は鴨続投はベストの選択ではないと判断し、契約の切れる鴨監督に変えて、次はベルギー川崎で結果を出しているネルシーニョがいいじゃないかという意見が上がってきたの。それを受けた協会の幹部会でも、この時は監督交代もやむなしという結論になるわ。鴨監督はどう思っていたんですかね？鴨監督の方も横浜フリューゲルスに復帰する話が進んでいたようなの。退任は覚悟してたんですね。この時すでに JFA はネルシーニョに代表監督の打診をしていたの。サッカー専門誌やニュースなどでは、ネルシーニョ日本代表監督の誕生はほぼ既定事実として報じられていたわ。そしてセッティングされた記者会見、長沼会長は会見の席で、鴨監督に続投してもらうことになりました。これでワールドカップに出場できなかったら責任を取って私が辞めるとコメントしたわ。ええ。その第一声を耳にした途端、日本中がフリーズしたわ。なんで続投になったんですか？実はネルシーニョ側が結構いい値段を提示してきて、条件面が合わずにいたの。
教会側はこんな額は無理だトネルシーニョ側に伝えて、大した交渉もせずに一方的に代表監督の打診を断ったらしいの。条件停止されて引き下がっちゃったんだ。交渉だから最初は高い希望額を提示することは珍しくないんだけどね。ベルシーニョにしてみれば、頼んでおきながらまともに交渉もせずに一方的に話をほぼにされたと思ったみたいね。ベルシーニョは会見で、みかんのカゴの中には腐ったみかんが2つや3つは入っているものだと教会幹部を批判していたわ。これがいわゆるベルシーニョ腐ったみかん事件ね。腐ったみかん事件、これをきっかけにサッカー界はさらにヒートアップしていくの。ベルシーニョを推していた教会委員長らは辞表を叩きつけて辞めていったわ。ここで教会幹部と教会委員会で確執が生まれたんですね。サポーターはどう思ったんですか？サポーターも黙ってなくて、代表戦のスタンドには当時の教会会長の名前を揶揄して狼少年兼の横断幕が掲げられた。狼少年兼、サポーターもうまいこと言いますね。ベルシーニョ待望論が多かったんですね。とにかく JFA 幹部会の判断により土壇場でカモ監督の契約延長が決まったわ。1年後の1996年12月の AFC アジアカップではグループステージを3戦全勝で突破したが、準々決勝でクウェート代表に0対2で敗れたの。ありゃ、カモ監督はこのアジアカップでは優勝に主眼を置かずテスト的な場と位置づけていたが、クウェート代表戦での弱点を突かれた負け方から協会内部ではカモ監督に対する不信感が広がる結果になったわ。そしてワールドカップアジア最終予選が始まったわ。初戦のウズベキスタン戦は数の4得点もあり6対3で大勝したけど、格下のウズベキスタンに後半だけでのまさかの3失点。2試合目のアウェーのアラブ首長国連邦代表戦は引き分け、3試合目となったホームの韓国代表戦は1対0とリードしたけど、ある選手のマークをさせるために後半にフォワードのロペス・ワグナーに変えてディフェンダーの秋田豊を投入したの。でもそのマークしようとした相手選手は秋田の投入直前に交代したの。結局この見事な采配が裏目に出て1対2の逆転負けを喫したわ。ありゃあ、この辺りからメディアやファンの間で鴨監督に対する反の声が高まったの。サッカー協会は動かなかったんですか？協会委員会は鴨監督の戦術面を分析しており、鴨監督は初めからこういう時はこうすると決め込んでいて、采配に柔軟性がないと判断したわ。それで臨機応変に対応できない監督ではダメだということになり、韓国戦後協会委員会のメンバーが川淵副会長に直談判に行ったそうなの。3試合やって日本の戦い方は相手に完全に読まれている。どこも日本対策を取ってきていて鴨監督では勝てない。それに対して川淵副会長は、今そんな話は聞きたくないと言って取り合わず、そのままカザフスタン、ウズベキスタンのアウェー戦を迎えた。何もしなかったんだサッカー協会は。でも前協会委員長だった川淵副会長も鴨監督では厳しいということは分かっていたの。たとえカザフスタン戦に勝っても1対0だったらダメだなと思っていたらしく、もう交代させようと自分の中では決めていたみたいなの。やっぱり内心はそうなんですね。そして行われたアウェーのカザフスタン戦はコーナーキックから秋田豊のヘディングで先制するも、ロスタイムに同点ゴールを決められて引き分け、首位の韓国との勝ち点差は7に開き、1位通過となる可能性はほぼ消滅したわ。そこでそのまま試合後に緊急幹部会が開かれたの。あっと、協会の上層部がこの状況を打破するには監督を変えるしかないという結論になり、鴨監督の更迭が決定するわ。予選途中での監督解任は日本代表の歴史上初めてのことだったわ。そしてコーチから昇格した岡田武史新監督のもと、見事によみがえった日本代表は順調にワールドカップ本大会行きの切符を。で、そう安直には進まなかったわ。続くウズベキスタン戦も引き分けたの。ひゃあ、もはやワールドカップの出場は望みが薄かったわ。さらには UAE 戦後群衆と数が一触即発になるわ。試合後の国立競技場正面ゲート、鉄柵の向こうから投げ込まれる鉄パイプ、テレビ中継車の上で暴れるサポーター、そんな群衆にカズはこっちへ来いと怒鳴って挑みかかろうとするの。ひゃあ、それを懸命に止める報道陣。そんな混乱の現場に投げ込まれた何かがぶつかる金属音と、
パトカーのサイレンが響いていたわ。へえ、大惨事だ。そんなにひどい状況だったんだ。あれはひどかったわ。それでもグループリーグの残り2戦、韓国、カザフスタンに連勝し、2位に返り咲いた日本代表はプレーオフに進出できたわ。途端上で意地を見せたんですね。ああ、韓国がすでに1位突破を決めていたことと、UAE が勝ち点を伸ばせなくて自滅したことが大きかったけどね。韓国にとっては消化試合だったんですね。そしてアジアの第3枠をかけたプレーオフ、ジョホールバルでイランと激突し、岡野正幸の V ボールで日本サッカー史上初めてのワールドカップ出場をつかむことになったわ。やったな。協会幹部と協会委員会の対立で協会内部はガタガタだったのもワールドカップ予選を難しくした要因かもね。カモ監督も被害者ですね。もちろんカモ監督が対応できなかったのが原因ではあるけれど、結局カモ監督は就任当初から協会委員会の人たちにあまり支持されなかったからね。なんで監督にしたのかなって感じですね。やっぱり協会はしっかりバックアップしないと代表強化にはつながらないですね。日本代表監督時代は批判の的になることの多かったカモ監督だけど、日本サッカー史に残る名監督の一人であることは間違いないわ。個人的にはメルシーニュ日本代表監督っていうのも見てみたかったけどね。そうなんですね。それでは今日はこの辺で。このチャンネルでは日本サッカーの事件や生い立ちなどを解説しています。面白かった、参考になった動画あればチャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。